ますか、反対に。いや、でも、そうですか。大丈夫、時間は私は大丈夫ですけど。はい。はい、やっちゃいましょうか。やっちゃいましょうか。ちょっとこの、絶望した時の生き方を教えてほしいっていうのは、ちょっと大丈夫かなと思いながらも。どうでしょうかね。でも、とりあえず博士が今、おすすめした本何冊かを持っていただいて、いっぱい持って絶望してる人がいるので、それを読み切ってからもう一回絶望してる。あと具体的に教えてほしい。何言ってるんですか。意外と僕は解決できたりする。1行でしたからね、はい、これはちょっともう少し具体的にね、はいはい、次いきますよ、はい、あと YouTube とか自殺宣告とかしないでください。ああ、そうですね。それはさておき、なぜか時々思い出す、で、みほセブンさんが送ってき、みほななさんが送ってきたのが、はい、この季節に思い出すこと、クリスマスに枕元にプレゼントを送る係だった父に、前日にサンタの夢を見たであろう私は、昨日サンタがプレゼントを送るのを見たよ、昨日サンタがプレゼントを置いていくのを見たよ、と報告しました。すると父は焦ったのか、誰だったと聞いてきました。だからサンタだよ、と言ったら父は、ああそうだなとそっけなく返事をし、仕事に出かけていきました。私はサンタがどんなだったか知りたくないんだと思いながら見送りました、うん、確かに超ビビるよね、普通だったらね。そうですね。その時の少し寂しいような気持ちとともに、サンタ論で男子と喧嘩していた友達の顔や、ケーキを食べる日には日によって24日と25日に分かれてるんだと思ったこと、家によってはね、家によっては24日に食べる家と25日に分かれてるんだと思ったこと、クリスマスは教会に行くと聞いて女の子がかっこよく見えたことなど、クリスマスは子供の頃をよく思い出します。彼氏と過ごした思い出より断然多いです。私だけかな、年のせいかな、うん、どうですか。やっぱりそうですね、クリスマスの思い出って、私もみほナナさん、みほセブンさんと同じで、うん、子供の頃の思い出が強いです。なぜでしょうね。やっぱり強力じゃない、クリスマスって、ね、なんか期待値が、それこそクリスマスにつの季節の盛り、こうなんか気分の盛り上がりが、大人なんてかと子供の時とは全然違いますよね。違う。だから多分そういう部分強烈に。あと冬休みだよね。ああ、そうですね。冬休みで、あと番組もなんかアニメがクリスマスっぽくなってるんだよね。あとなんか街もこうクリスマスの華やぎのみたいな、そういうのが、今は別にその辺歩いてクリスマスツリーあっても別にそんな足止めるまではなかなかしないじゃないですか、うん、でもなんか子供の頃ってわーみたいな、イルミネーションでキャーみたいなのとかって、うん、なんかあの頃テレビもクリスマスにすごいこびてたよね。そのあの頃っていうのは博士を出すの違うかもしれないけど違うあの頃ですよ、多分美穂さんもみんな同じですよ。なんだろうあの世代的に80年代とか JR とかさ、あのマキセリホの雨は夜吹く過ぎにかもしれないし、あんなのもうやってたでしょ多分。そうですね。あとクリスマスソングがすごいありますよね。FM とかもめちゃくちゃあるんですよ。歌謡曲もすごい、クリスマスソングが今よりもすごいあったし、そう売れたんだろうな、クリスマスソング。すごかったですよね、盛り上がりが。そうそう。だからってなるよね、うん。クリスマスあるかな、思い出。ありますか。いや、いっぱいだから、そのトムとジェリーのクリスマスバージョンを毎年見てた気がする。ああ。それは放送されてたってことですか、NHK とかで。いや、どっか民放で。民放で、へえ。でも確かにこの時期によくやる番組ってありますよね、うん、今の。そうそう、あるある、そういうの。あとはクリスマスプレゼントが、何が覚えてますか、両親のある場所にで見つけちゃったこと。まあ、それはやめておきましょうか、まあ、誰が見てるか、この YouTube はね、あのそれを見て絶望のどん底に。いや、でも私はサンタは今でも見るとでしょ、はい、うん。じゃあなんか新しいコーナーあるでしょ。あ、そうなんですよ。で、今更いいですか。か、また次の 何ヶ月か後に。あ、でもじゃあ。ですよね。ありますね。ありますね。というか、すみません。それを3分ぐらい。もう2時間ぐらいずっと話し続けて、しかも私は時々お茶飲んでるんですけど、博士何も飲まず食わずだから。それ大丈夫。まあ食わずはいいけど。いや、で、そのなんか、いいものを見つけたので紹介、いいものを見つけましたコーナー。やりましょう。いいものを見つけました。で、しかもそれは食べ物なんですよ。いいですよ、ね。なので、ちょっとこれ博士に、と思って。これはですね、じゃじゃん。最近私すごい好きなんですけど、低糖質ミルクチョコレート、低糖質ミルクチョコレート糖質 30% オフで、しかも人工甘味料不使用なんですよ。へー、使用して見てるな。でもなんかほら、不使用の方がより良さそうじゃないですか、うんうん、で、これあの、ですね、これ普通のスーパーで割と結構売ってるので、うん、そんなに手に入りにくくないと思うんですけど、消炎食品、まさに栄える消炎食品、うん、工業株式会社っていうところから出ている、はい、あの
なんかこういうチョコレートありますよね。あるある。一個一個、はい、チャンス的に入ってる。はい、で、これが、はい、タコは多分、なんか30個ぐらいとか入ってると思うんですけど、で、はい、私がこれすごいいいなと思ってるのは、はい、この低糖質ミルクチョコレートってことなんで、糖質が 30% オフ、当社ミルクチョコレート比較ですけど、うんうん、で、一粒が、31キロカロリーなんですね、こういうやつなんですけど。うん、でこれがね、うん、今あの消費説明見てるけど、うん、一番食べていいですか、いいなと思ったのが、うん、美味しいんですよ。それ大事ですよ。なのでちょっとまさに今博士が、うん、お腹減ってるからな、そのこの今2時間喋りまくったところで、はいはい、あんまりじゃないって思ったらちょっとあれなんですけど、うん、なんかその低糖質に思えないというか、うん、普通に確かになんかチョコレートの味も濃くて、普通のチョコレートと同じだね、美味しいなっていう、うん、なんかあのよく高カカオのやつとかあるじゃないですか、うんうん、あんまり甘くないみたいな、うん、確かに美味しい。でなんかそういうやつってなんかこうちょっとあんまり甘くないけし、まあ、はっきり言って美味しくないけど、うん、でも健康にいいとか、なんかそのポリフェノールがなんかとかっていうののために食べるみたいなのがあると思うんですけど、うん、なんかこれって低糖質なんで普通に美味しいんですよ。美味しい、チョコの深みもある。でなのですごいいいなって思って、もうこればっかり食べてます。太るやね結局ね、うん、よし、終わりにしようか、はい、なのでこれおすすめです。もし皆さんもあの、はい、見つけられたらどうぞ。そしてこれを博士に差し上げます。じゃあ皆さんまた来週とか、はい、ありがとうございました。さよなら、それさよならと言いながら自分で切るんですよ、はい、この赤をまた押せばいい。そう、まあ、赤を押せばいいです。